形がすごかった。学校と全然違うかった。魅力的で、今までの授業の固定観念みたいなのがなくなったっていうか。大手門学院中高等学校に新しいキャンパスが誕生しました。新しい時代の教育を担うということで、脱教室、脱図書館、脱学校というふうなテーマを掲げて、新しい環境を整えていくのがこのキャンパスの狙いでございます。普通はドア閉めて授業するけど、全部開けていろんなところで勉強ができる。本もいろんなところにあって、自由な雰囲気だなっていう。意見を出し合ってて賑やかだなっていう。生徒の自発性を促すというか、 iPad の授業を最新式な授業をされてるなと。最先端の教育できる環境を作ったんやなっていうのを感じました。私たちはこの校舎から新しい教育の成果を世界に向けて発信していきたいと思っています。